ではここからは鉄道ジャーナリストの梅原淳さんにお話を伺います。梅原さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ま,すまずはこちらをご覧ください。リニア中央新幹線の工事では静岡航空のトンネル工事がまだ開始されていません。はい、一番の課題となっているのが南アルプストンネルの工事によって大井川の水量が減少するのではないかと懸念されていることです。はい JR 東海は工事で出た湧き水をポンプで汲み上げ大井川に戻す方策などを提案しているんですが静岡県は減少した水のすべてを戻すには至らないとして今後も JR 東海の提案の実現性をしっかりと確認していくと話しているためなななかなか進展しないんですよね。うん、梅原さん、両者の意見、はい、なかなかこう折り合わないですよね。 そうですねや,やっぱりあの確かにその山の中の湧き水がどう流れるかっていうのは、それはやっぱり今の科学の技術では100、100%はわからないですね、はいで。ですけれども、それが例えばそれはやっぱり JR 東海としては、それは確実にもう100%大丈夫と考えていて、静岡県はやっぱりそれはそうではないっていうふうに。 考えている。はい、この差が埋まらない。そしてそれをまあ何てますか、やっぱりお互いがこうすれ違っているまま、こう感情面でも対立まで生じてしまっている。これが一番のまあトラブル。まあ今今のまあ何てますか、状況ですね。うん、これがこう折り合ってこう、はい、落としどころっていうのはこう、はい、見つかっていくんですかね。はい。実はこの南アルプストンネルは山梨県 今山,山梨県、静岡県、長野県というふうに通っているんですけど、はい、山梨県側、長野県側、両県側からはトンネルの工事が進んでおりますから、はい、まあそれをどんどん掘り進めていって、静岡県の,そのところに近づいてくれば、より山の中の詳しい状況が分かってくると思うので、そうすると大井川にではどのぐらい影響があるのか、もしかしたら本当にないのかもしれないし、うんうん、あったとしても、 その対策を立てやすくなると思うんですね、はい。で、そうすれば、まあ今よりは状況はまあ改善される可能性はあると思います。まあ実際にこう工事が進んでいって見えてくるデータがあってから、はい、はい、まあまた動きが出てくるのではないかということですか、はい。はい、そうですね。それに伴って確かにそのやっぱり JR 東海もえまあ静岡県側に対策を提案することもできますし、影響がないということがた例えば。 実際に、あの、そこで確かめられるかもしれないですね。これ、実際に、そういった話が、こう、動き出しそうなのは、はい、大体、何年後くらいになりそうなんですか。はい、そうですね、今、やっぱり、山梨県、側、ま、長野県側の工事の進捗具合なんですけれども。まあ、あと一年から、まあ、二年ぐらいは、かかると思うんですね。で、そこから、また始まるっていうような、状況かもしれない、と思いますね。うん、じゃ、まず、その。 進み出すのが12、はい、年後ということですけれども、えーまあ、静岡県側からしたら生活に密着することですから両者しっかり話し合って納得するような形っていうのを出してほしいですね、はい、梅原さんそうですねで、まあ、その時期になればもうあのなんていんすか感情面というよりは本当に学的なデータをしっかり出てでお、まあ、なんていますかもう大井川にいやこれだけの影響があるあるいは実際にはないと。 まああの JR 東海も対策は立てやすいですしもう何よりも目に見える形である程度分かってくるのではないのかなというふうに思いますねそのあたりもまた庭新社長の手腕が問われることとなりそうですかね、うん、ここまで梅原さんにお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございました、はい、ありがとうございます